久保さん。久保さん。あのね、昨日でして、あのー、こんなお問い合わせがありまして、まあ結構長かったんですけど、まあ僕は僕で回答したんですけど、これはぜひね、久保哲郎の見解をね、どうなんだと。<laughs> 僕にお問い合わせ来たやつを久保哲郎の見解は、まあ、どうなんだっていうね、はい。まあ最後の、最後の、まあ質問が4つ5つあったんですけど、最後が、 僕は寝てて、僕は寝て起きて食べて飲んで出して風呂入って寝る以外の行動がいちいち怖いです。怖いことから逃げてばかりです。本当にそんな自分が嫌です。本当に甘えたお願いではありますが、喝を入れて、いや、もういい加減一切、一切せずに怒ってください。現実を教えてください。叩きのめしてください、僕を。 引きこもりすぎて現実が見えていないのです、僕は。もう何だか分かりません。ただのわがままのすねかじりのクソガキです、僕は。とお願いします。というような最後をね、こういただいたんですけど、まあ僕はそれに対して、まあまた別枠でこう回答しましたけど、久保さんだったらどう回答しますかね。まあ多分、おそらくまあ、 何年引きこもってるかは書いてないんですけども多分まあまあまあ引きこもってる子なのかなとまあペルス勝手にペルソナしますけどまあ10代かなと10代かあーでも0 3 0とか分かんないですけどねまあ10年近く引きこもりしてる歴な長いんじゃないかなと思うんですけどまあ僕もね引きこもりしてたことがあるのでまあ引きこもりするとね あのね、怖くなるんですよね。だから僕も、あのー、外に出るのが怖かったですし、他の人と話すのが怖かったし、その社会と触れるのが怖かったんですよね。そう、まあ。久保さんって人生の中で引きこもりってありますまあ、引きこもってるな、今 <laughs>、ね。僕も今、引きこもりっちゃ引きこもりですけどね。カメラに向かって喋ってるだけですから。 聞き込み歴長いですね、そうすると。<laughs> うん、まあ、その、怖いことから逃げてばかりですと。うーん、まあ、なんだろうな、人生って、この動画から逃げるときが来ましたね。<laughs> お風呂が、お風呂が早い。<laughs> まあ、逃げることも僕はねだい、あの、必要だと思うんですよね。うん まああのドラクエで言うならばコマンド的にその逃げるっていうね逃げる防御なんか全て戦うことが正義ではないと思うんでうーん時には逃げることも必要だし時には防御することも必要だし時には回復することも必要だしただしそのまあゲー人生をゲームに例えるならばやっぱその戦うってことは必要だしうーん,なんだろうな クリアするという概念であるならば、まあ、ボスを倒していかないといけないですよね。ただし、これ、ゲームという概念でお話ししてますので、まあひ、人生は暇つぶしたという概念で考えるんだったら、引きこもりながら人生の時間を、暇つぶしを消,消費していくという、うそれもありなんじゃないという考え方もあるし、やっぱこれは考え方、捉え方ですよね。まあ、だから、もう根底として、引きこもりイコール悪いことであるならば、 うんそう思うだろうしねうん引きこもりイコール悪いこと親のすねをかじることがイコール悪いことというふうな捉え方をするんであるならばうんそうだし <laughs> でも逆に言うとこういう考え方もありますよね逆に引きこもってるからこそずっと実家にいるから親のそばにいるから親としてはうんなんだろうな 寂しくなかったりとか、ね、うんまあ家出とかもあるじゃないですかね家出行って家出してうちの子どこ行っちゃったんだろうみたいに心配して、うん、まあこれ家出ではないですけどどっか事件でなんかまだ見つかってないんですよねななんかニュースでやってたんですけど1年か2年かなんか山キャンプ場に行ってなんかいなくなっちゃったんですね 女の子がでそのお母さんがずっと探してるみたいなお風呂沸き,きましたねしたでもまあ引きこもってたらまあその創作とかいらないじゃないですかずっといるからうんまあまあ考え方ですかねこれね捉え方かなと思いますねただまあこの この子の意見としては、まあ、それから、それを変えたいと思ってるわけなんで、変えたいと思ってるんだったら、変えるべきだし。うん。そう。まあ、だから、現実を見たいと。うん。現実を知りたいと。まあ、その子に言ったのは、僕が言ったのは、まあ、もう変わり始めてるんじゃないですかと。 まあ僕にお問い合わせするっていうことも勇気が言っただろうしもうすでにこの時点でまあ、その怒ってくださいって言われたんですけどまあ怒りませんと <laughs> あのもう変わり始めてるからいいんじゃないですかみたいな一歩踏み出してるから、うん、いいんじゃないですかみたいなこと言ったんですけどねうんだからそのに逃げるという概念だったりとかね引きこもりしてる人 に対して、久保さんだったらどう回答するのかなっていうね、隠居、隠居でね、その引きこもってるわけじゃないですか、久保さんも <laughs>。うん。まあ僕も引きこもりみたいな、まあ隠居でしてはいないですけど、隠居会にはまだ行けてないですけどね、カメラに向かって喋ってるだけだから、ね昨日も、昨日外に出たかな、僕外昨日出てないな。 なんかずっとなん,かなんか部屋にいたような気がするんですけどうんまあそれはまあねあのー、なんだろうなまあ別にこれで仕事が成り立ってるので別にね出なくてもいいっていう会社で働くというあれではないですからカメラに向かって喋るっていうこれが僕の仕事ですからいいんですけどうん まあ、ただ、自然の原理とするならば、まあ、親から巣立つっていうのは、まあ、あるわけじゃないですか。まあ、僕、ドリームアカデミアっていうのを運営してて、まあ、鳥のロゴをつけてるんですけど、スズメっていうのも、最初、まあ、親がいて、うーんこうスズメの、ね、見たことあると思うんですけど、なんか最初ね、子どもの時こうチュー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 みたいなねで、スズメの親がこうこう来てねこう、子供にこうやって。 で結局その子供が巣立っていくわけじゃないですか。うん、かまあ旅立ちというか巣立ちというか親離れというか、まあ、そういうのはまあ原則としてまあなん,かなんか自然の原則としてはまあ、うん、親から離れた方がいいんじゃないかなとだか僕のねコンサル生にもいるんですよ、まあ、その子は大学生で1000万稼いで でまあ、就職せずに今実家暮らしでやってるんですよただなんか大学の時大学4年の最後1,000万稼いだんですけどその後まあちょいちょいはこうあのもちろん稼いでるんだけれどもなんかねあのブーストかかんないんですよ全然で環境変えてみたらとかいろんなこと言うんですけどで でその子20大学卒業して12年1年かうんまあに親,親のもと離れてみて1人で暮らしてみたらとかもアドバイスしたりとかするんですけどうんまあ僕の場合はもうあれなんですよねあの高校から家出たんでまあ卓球やってたから高校から家出て大学まあ7年間もすぐ家出たんで 一人で全部なんかやったりとかしてましたけどでまあ就職してえー、なんだまあその就職した会社が潰れてそっか引きこもりになるんですけどうん、うん、久保哲郎だったらどう答えのかな僕は寝て起きて食べて飲んで出して 風呂入って寝る以外の行動がいちいち怖いです。怖いことから逃げてばかりです。本当にそんな自分が嫌です。嫌、嫌なんだもんな。本当に甘えたお願いではありますが、喝を入れて。いや、もういい加減、一切、えー、怒ってくださいと。現実を教えてください。叩きのめしてください。引きこもりすぎて現実が見えないです。もうなんだかわかりません。ただのわがままなすねかじりのクソガキです、僕は。お願いします。 うん。はい。まあ、ということで、ちょっと久保哲郎のね、見解をね、隠 <laughs> 居会、隠居会のレジェンド、隠居会のレジェンドはこのひこもりの少年にどうアンサーしていくのかっていうのはちょっと興味深いんで、<laughs> お願いします。いってらっしゃい。